ダイヤクロス上げてくる。おーっと、取った。そのまま吸い込まれた。先制金沢レオバイヤー。クロスと思ったボールはそのままゴールに吸い込まれていきました。金沢先制1対0。いい崩しっていう縦パスからね、1回奪われたところをセカンドボールをもう1回回収して、まあ、クロスっていう狙いだったとは思うんですけど、まあ、いいところにボールが飛んでいったっていう感じですかね。まあ、足の振り方見てても中の林選手に合わせようという意図は感じましたけど、まあ、風もうまくこう井田津村高いボール、ゴール前転がって押し込んだ。追加点は金沢加藤純也。我慢に我慢の金沢が追加点のネットを揺らします。2対0。最初は相手が触ったんですかね。松田の背中に当たってますかね。あの田中選手の前に加藤選手がうまく入っていた、はい、まあ、セカンドボールをこう最後まで狙っていたというところがこのゴールに。セカンドボール、おー、ちゃんとシュートだー。加藤純也、セカンドボールを狙っていました。2試合連続ゴールです。すぐさま同点に追いついた金沢。一つクリアしたボール、この次ですよね。これをする前に上村選手にアーリーヒット体を当ててるんですね、右足にわずかにスペースを作って、もうしっかり当てるだけと。入り方っていうのはもう落ち着いて入れてるのかなと思います。豊田フリーだ、決まった。逆に杉浦恭平、クロス1本からまずは先制。金沢です。サイドを素早く変えていくというところでまずスライドしていく、ね、これ1個飛ばしたパスがまず良かったですよね。蹴り手フリーで立ち位置が、まあ、中マンツーマンじゃないので、まあ、豊田選手はやっぱり強いのでこれ引っ張られて杉浦選手いいところ立ってました。1つ超えるクロス、シュートもイメージできてた、近いサイドに流す。長いボール1本、足元収まって中に送る、決まった。追加点金沢、杉浦恭平今日2点目。鮮やかな追加弾。これも1個飛ばしたところでサイドを変えてサイドバックの背後、このパスタッチですよね、まあ、ほとんど大井選手のゴールといっても過言ではないぐらい、これ止めるのはかなり技術的にもレベル高いと思いますね。杉浦選手はもう本当に合わせるだけっていう素晴らしいゴールでしたね。回り込んで小島、右足引きクロス、おいし、左足杉浦、前半だけでハットトリック。この3人での崩しですよね。取りに使いながら杉浦選手を突破して、この大井選手の落ち着きも良かったですね。外から中に入っていた杉浦選手がフリーでシュート、まあ、慌てると打っちゃうんですけどね、しっかり止めれてました、まあ、このシュートも普通この流れだとファーに流し込みたくなるんですけど、キーパー見えてたのかイメージあったのか。バイヤーからこのボール、加藤純也、金沢先制。まず左サイドですね、バイヤー、最終的にクロス入れるのもバイヤーだと思うんですけど、はい、ここ1回深いところ使ってサポート入っていく。バイヤーここでボックス入って、ここ
ここね強気に入れていくんですよね、バイエ選手ね。これで得点になった試合もありましたから、直接ゴールに入って、まあ、近いしスピードもあったので、キーパーの後藤選手としたらこれどう弾くか、どこに弾くかっていう判断もなかなかできない難しいままのクロスだったので、低いボール、ゴール直接入ってくる。神奈川、最後は庄司が反撃の嵐、2対1。こういうところですね、パスからクリアにスッと入ってきましたね。ナットのいいボールでしたね、藤村選手も。庄司選手の入るところも抜群ですし、ここコーナーの前にジュビロの方の川口義和ゴール、林杉浦スルーをして右足シュート、佐藤純也、1対1金沢追いつきました。いい形でしたね、はい、取ってから広いスペースを早く使う、はい、まあ、ここの林選手のまず粘りが大事だったのかなと、そこ杉浦選手見えてますね、やっぱりここは狙ってスルーしたんでしょうね、はい、ここは入れ替わってしまったのが少しもったいなかったなと思いますけど、はい、シュートはもう落ち着いて、空いてるところに蹴り込む、気持ちのこもった右足一閃でした、はい、